はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですが、診断にて史上最強となってしまった戦火というデッキについてね、ご紹介をしていきたいと思います。今回診断で実装されたカード、まあ主に2種類ありまして、戦火デッキね、この、戦火の棒東映というモンスターと、それからこの戦火主役強将の範というこのカードですね。はい、これ両方ともめちゃくちゃに強いです。で、戦火って結構割とダイヤ1くらいは全然到達できるパワーを持っているデッキでございまして、でこれで DC カップとかファースト突破してる人もいましたし、なんか普通に強いテーマではあるんですよ、これシンプルに。でね、このデッキ高校を取ってまくっていくっていう方法が割と主流かなというふうに思うんですが、今日やっていくのは一応先行取ってね、展開をしていくっていう先行用に組んできました、一応ね。まあ高校ももちろんいけますけど、ね、全然いけんですよ。この東映くん結構強くて、こいつまずね、新規モンスター結構その特殊召喚とか結構簡単にできるし、サーチがめっちゃつながるので、戦火ってだから割とスキュアイテムだから、ボンボン、まあ、前にモンスター出ていくっていう感じなんですけども、東映くん何するか、これね、1番2番3番ありまして、1番目、召喚特殊召喚に成功した場合にデッキからレベル7以上の戦火モンスター1体または、戦火永続魔法永続トラップカード1枚を手札に加えることができるということで、サーチ、こいつが、まあ、基本的には、サーチ入れてくれるんで、後続を持ってくれる。まあ、両方とかね。足りないやつ持ってくれると。で、自分のフィールド上に、レベル7以上の戦火モンスターが存在する限り、相手は400ライフ払わないと、著作権料を徴収してくると。カードの効果発動できませんと。マスカレードみたいな感じですね。はい。各尺流。これをだから、めっちゃ並べれば、なんか、クソうざいムーブができます。で、3番目。これがね、めっちゃ強いんですよ。モンスターが相手の墓地へ送られた場合、相手の墓地のカードを除外しながら、カードを1枚ドローできる。だから、墓地メーターにもなってるし、普通に1枚ドローすることもできる、アドバンテージを稼いでいくこともできる。だ実質このカードを、サーチ入れて1枚ドローしてるんで、2枚カード増やしてるんですよね。めちゃくちゃ強いじゃないですか、最強です。で、相手の墓地も見られるということで、まあ、蘇生とか先を潰したりもできるしね。これめっちゃ強いで、東映くんと、あとこれですね、この強将の範、これもめっちゃ強くて、自分のメインフェーズに手札から戦火モンスター特殊召喚しながら、特殊召喚したモンスターのレベルかける100ダメージ受けるよっていう効果ですね。はい。で、それプラスフィールドの戦火モンスター対象にとって属性を任意の属性に変更できるっていう効果があるんですけど、これね、こいつの僧侶の召喚条件が風属性のモンスター含んでないといけないんで、こいつで属性変更してあげて風属性にすれば僧侶出せるから、僧侶っていうのがバンス効果持ってるんで普通に強いんですけど、これフリーチェーンでね、この辺のモンスターをバンバン出していきつつ、相手のモンスターバウンスして、で、バウンス効果はこいつ孫坊もバウンス効果持ってるし、あと魔法トラップ向こうは諸葛効果持ってるし、両方は相手のモンスター破壊できるしみたいな感じで、かなりバランスの取れたモンスター群になってるんですよ。だから、まあ適当に並べて殴ってバウンスしただけで勝てます、このデッキめっちゃ強いです。はい、はい、というわけで、このなんかすげえカレー臭そうな、おっさんたちによるビートダウンを見ていきましょう。デュエルスタンバイ。さて、必殺のカレー臭ビートを決めていこうぜ。通称カレーシュービートと呼んでいるこのおっさんだらけのテーマ、雪女のこの女の子がめちゃくちゃ可愛いテーマと一緒にね、追加されるとはあまり思ってもみませんでしたが、炎天発動、まあ、使わんけどな、これな、流言一応採用はしてっけど、なんかほとんど出さないから別にもういらねえわこれ多分コストになる説結構あるから、まあ、一応ね、なんかもしかしたら出すかもしれないから一応残しとくけど、これもいらないです正直持ってきたやつコストにするのが一番いい説ある。で、2体のモンスターで、リンク召喚諸葛孔と孫坊でリンク、 あらあらろ、これはトライブリゲードモンスターじゃないぜ。戦火名称総流効果、リンク召喚に成功した場合戦火カードを1枚を手札に加えることができる。知ってたか、このカードは別に戦火カードじゃない、トライブリゲードカードじゃないんだぜ。戦火モンスター持ってくるっていう立派な効果があるんだぜ。トライブリゲードデッキからしか出されたことないけどな。三個霊ゲーは出た、戦火と名前が違う戦火持ってこれる効果。さあ、これで新規モンスター東映さんを手札に加えていくぜ。この東映とかいうモンスター、まあ簡単に言うとなんかちょっと強いマスカレードみたいな感じです。楽園のデッキから出てくるディスペアのね、格下クリーマスカレードみたいな効果します。
何？ああこれね、いやこの将来神のが墓地に行った時もう一回出てくるじゃないですか、これ普通に姿勢の買い物でこれ戻せばいいんですよ。だからこれね、戻すのがめちゃくちゃ強いです。戻しが一番強いで、僧侶は戻しながら3個霊芸墓地をくれて、で3個霊芸は墓地をくれた場合の効果ももちろんあるぜ。このカードが墓地をくれた場合、手札から戦火モンスターを特殊召喚することができる。これによりいけ東映ドカーン、東映効果、召喚特殊召喚に成功した場合、戦火カードを1枚を手札に加えることができるぜ。これかなりね、この展開が安定するようだったんですよね。僧侶、両方、東映っていう、展開がかなり安定するようになったので、すごくね、戦えるようになりました。先行でも。かなり、後攻寄りのデッキが多いと思うんですが、かなり先行でもね、戦えるようになりましたよ。十分。まあ、ちょっと両方の効果を使って、相手のフィールド上の攻撃力が一番高いモンスターを破壊する。で、破壊されると、東映の効果。除外してワンドロー強くないですか？これ強いですよね、この効果。除外してワンドロー、増字引いた。これね、両方の効果使ってると他のモンスターの効果使えなくなっちゃうんですよ。ここがちょっと微妙なとこですね。はい。手札にはずっと、ちょっとあまり相性が良くないっていう、両方の効果が。そこはちょっと問題ではあるが、まあ、だからこそ、今回は無限法要とか、禁じられた人質とかを、ちょっと多めに採用してますね。はい。で、3個、霊芸の効果によって、存亡を対象に取り、そのモンスターとはカード名が異なるモンスターを手札に加えていく。そして、効果で手札に加わった場合、諸葛孔の効果を発動。自分も特殊召喚。はっ。強すぎだろ。この展開力ですよ。そして、存亡の効果。手札、フィールドから表側表示のカードを1枚は墓地をくれ。表側じゃなくてもいいのか、別に。カードを墓地をくれ。デッキから、戦火カードを1枚を手札に加えることができる。そして超特は2体以上戦火がいると仲間がいるから出てこれる。きた、この場面めちゃくちゃカレー臭臭そう。うわー最強ー、これが戦火の展開力。対戦ありがとうございました。ちなみに結構墓地とかもあんま使わないので、なんか全然環境とも渡り合えると思います。意外と現代遊戯をなんか高校からまくるのめちゃくちゃ難しいんで、先行でしっかりと回せることが割と強いデッキの条件だとは思うんですよ、個人的にはね。まあ一応同時ですか。なんで、まあ戦火は高校でもまあ戦えるし、普通に先行も強いって感じになるから、はがなる OK。まあ、非常にいいデッキだと思いますし、あと割と墓地メタとかは刺さんないですからね、なんか。これからね、来るであろう石突きめきとかには一応対抗できるし、なんか手札からポンポンポンって出てきてぶん殴るみたいな、 でかいのでぶん殴るみたいな感じのテーマなんで、基本的にはね、まあちょっとカレー臭臭そうっていう意見が あって、戦火ファンからはふざけんなって言われてますけど、あまあ割とね、ポテンシャル高いテーマだと俺は思ってる、このテーマは。ちょっと三国志好きな人にはたまんないと思うけど、三国志全くわからん人には多分何も刺さないだろうね。ちなみに僕も三国志全く詳しくないんで、刺さりはしてないです、別に。このテーマに関して。めちゃくちゃ自分に刺さってるかと言われると、そんなに別に劇的に刺さってるわけじゃないので。あ、楽に言うご、OK。ミラジェードは、出ては来るが、まあ、孫坊がいるので、まあ、なんとかなるんじゃねえかな。まあ、でも孫坊着地から叩きするか、さすがに。どうするかな、って。なんか孫坊着地狩り分かり手だとしてきそうだけどね、分かり手だったら。ちょっと今魔法カード何も来てないんですよ。まあ実質戦火版演武天気みたいなカードも、ああその動きはね、あでもここで打ってきるかどうかだな。これ相手が破壊なケアするかどうかですね。あしないんだ、なるほど。じゃあ破壊で止まるわ。これ破壊がめっちゃダメなんですよ、これ。この展開だからできればね、多分ねこれエンドフェーズで去年打った方がいいんですよね。アドリビジウムどうせ多分手札にあると思うんで、打った方がいいと思います。これ実質妨害ゼロなんで弱いんですよね、この展開。楽園の、まあ、とりあえず孫坊を対象だって、孫坊じゃないやつを持ってこれるよと。はい、
で諸葛孔出てくる。で、諸葛孔でこれで一応魔法カード無効にできちゃうんで、出てくるとはい、これでおしまいですよ。戦果わかんないとね、戦果わかんないと、戦果わかんないと何ができ、あの起きてるかわかんないよね。とりあえずミラジード対象にとってミラジード戻しますよっていう効果ですね、これは。で、赤楽園で、デスピアンって言われるんで、普通に墓穴でデスピアン除外して、まあもうこれでもう、もう終わりです。なるべく先行はドラゴスタペリアとミラジェイドにしといた方がいいですね。なんかエンドフェイズに即座に赤の楽園多分打った方がいいです。はい、で、はい、消えました。何もなくなりました。あとワンキスだけ、簡単なお仕事できるかな。まあとりあえず戦火カード持ってくるわ。で、諸葛孔傍聴くでしょ。で、両方持ってくるよね。両方でいいか、東映で両方持ってくるわけか。で、ソウル出していきましょう。別にトライブリゲードモンスターでもなんでもない。このモンスターは戦火モンスターだ。うわっ、戦火名称ソウル、リンク召喚、成功時効果発動。デッキから戦火カード1枚を手札に加えることができる。この効果知られていないから、この効果知られていないから、戦火カードが入っているのはこの効果が発動することができるぜ。そして戦火四六、超小の範を発動。手札から戦火モンスターを特殊召喚し、そのモンスターのレベルから100ポイントのダメージを受ける。そして東映の効果発動。東映は特殊召喚成功した場合、戦火カード1枚を手札に加えることができる。そして両方はなんか戦火がいると単純に特殊召喚できるという効果を持っている。うわぁ、つえぇ。まあ一応これ打点多分足りてないんですよ。7600だったかな、この全部で殴るとなんですけど、これねめちゃくちゃちょうどいいんですよ。これなんでかっていう説明しますね。東映さんの2番の効果、自分のフィールド上にレベル7以上の戦火がいる場合、相手は400ライフポイント払わなければカードの効果を発動することができません。つまり何が言いたいか、相手はもう何のカードも発動することができねえっていうことだよ。実質使用料徴収マスカレードと同じだ。著作権徴収おじさんだよ。著作権使用料徴収おじさん。これがねもう相手終わってます、これ。はい、終わりました。でアルベル効果発動できません。アルベル効果発動できません。ちなみにこの、もう残り約400になってるんで、無限包容も別に売ってません。さようなら。そしてアルベルかアルビオかわかんねえ、なんでもいいや、こんなもんなんでもいい、なんか適当なモンスターを除外してカードを1枚ドロー。うおつえーつえー最強戦火最強ドロー。あとは殴ったら勝ちってわけよ、バートルフェイス。はい、対戦ありがとうございました。ちなみにちょっとできるかわかんないけど、東映を3体並べるっていうデッキどっかで作ろうと思ってるぜ。あーなんもねえか、まあしょうがねえな。まあでも高校からまくっていけるパワーはあるんで、戦火自体はまあ割とね、高校を取ってもまあ展開によるけど、相手の、まあ、なんとかなることもあるから。はっきんで、え、これ何、これ、この激キモカードで宣言されるカード、うららとかってことか。無限包容、なるほど、持ってないですけどね、持ってないっす。だーにー出た出た、やばい、階段スーパーシンクロデッキじゃん。無限、ダッキー過労死デッキ、はい、ダッキー労働基準法違反デッキ、やばいカード落としてんじゃん。正規を吸うボンタワー、やばい、ボンパはやばい。ちょっと待って、俺石積み入ってないからさすがにきついかもしれん、それは。で、速攻魔法握ってんのかな。あ、ちなみにまやかしデッキっていうのは、ね、マジでゴミみたいなデッキがたくさん量産できることで有名で、まあこのボンタワーっていうモンスターもね、ご多分に漏れずアンデッド族が特殊化されると相手のデッキからカードを墓地に送るっていう効果があるんですけども、単位制限なくね。だからアンデッド族が特殊化されればされるだけなんかデッキを破壊できるんです、相手を。まあこのゲームちょっとまた動画にしますけど、多分いやこれ、まあ、簡単に言うとちょっと相手の反応力でやばいかもしれない。終わったー。人生終了しました。いやマジで
いや、ムドラ蹴るのでダブルで記録してによてめえ。こっちが一時ギミック入ってねえから調子乗りやがって。くそねえ。いや、このデッキムド蹴ってダブルくせにさ、マジでうざいわ。今この環境で使えるわけねえだろ。クソが。クソったれ。ここからは、殺戮ショーの始まりです。僕のデッキがアンデッド族が出てくるたびに、2枚ずつ墓地に叩き落とされてデッキがゼロ枚に枯らされるということを、見守るだけの簡単なお仕事。はい、デッキが、もう残りがゼロ枚にこれでなっていく。素晴らしい。感想おめでとう。感想おめでとう。おい、もう終わってんだよゲームが。おい。てめえ気持ちよくなってんじゃねえぞ。てめえ許さねえ絶対に。お前は絶対にこの後ブロックする。くっそ、言語良さやれば、あ、無限保養発禁令って言われてさ。くっそ、この激キマデッキが絶対に許さんぞ。